あれやらへんかったら、そうや、あれやらへんかったら、木下さんが許せへん。ほんまや。じゃあ、もう一曲だけで最後に、やらせていただきます。僕は普段ギター弾いてるってさっき最初に言いましたけど、いろんな方とやらせていただいてるんですけども、その中に京都の、豊田伊蔵さんっていう、フォークブルースロックシンガーがあるんですけど、その豊田伊蔵さんがちょっと今日はちょっとスローバージョンでやりたいと思うんですけど、踊っていただけるかどうか分からないですけど、かなりね、痛んでると思います、痺れてると思います。いや、大丈夫です。ちょっと手首が止まらない。でも、使います。飲んだからね、自業自得よ。じゃあ、置いてこそロックというこれもグラムスライド。ディランは今夜どこで歌ってるんだろう、キスはどこで弾いてるんだろう、いくつもの時代を生き延びてきたタフな男たち、置いてこそロック、置いてこそブルーズ、置いてこそ旅、置いてこそ愛。キングはルーシオを抱いて今夜もステージへ出る、バディはいつもその気にさせてくれる、ギター一つ持って旅を続けた名もなきブルースメンたち、置いてこそロック、置いてこそブルーズ、置いてこそ旅、置いてこそ愛。中国の西の果てアンデスの石の都、ポルトガルの港町、強く思い続けたらいつかそこに立てるだろう、置いてこそロック、置いてこそブルーズ、置いてこそ旅、置いてこそ愛。の歌にあったね、64歳になっても君は僕を愛してくれるかい、茶飲み友達なんて嫌だよ、いつまでも君を抱きしめていたい、置いてこそロック、置いてこそブルーズ、置いてこそ旅、置いてこそ愛。置いてこそロック、置いてこそブルース、置いてこそ旅、置いてこそ愛。ありがとうございました。
とうございます。